オッケー、いつでも行けるぜ。コルシカ、作戦を聞かせて。よし、集まってくれ。ミッションブリーフィング。ミッションリポートなんだけど。どっちでもいいだろ。一応決まってるんだよね。言い回しは重要ではありません。これで残りのパスワードは半分。次はミモザだ。マーケティング部のボス。アームストロングフェスの準備で今キャンパスにいる。でかいパーティーだよね。最高じゃん。行きたかった。ミモザのステージがあるから、そこがチャンスだ。だがセキュリティが。裏道を使えばいい。バンダレー博物館から直接ステージに行ける。ミモザのショーは全員招集だから、博物館は空。自己愛の強さが彼女を殺すのです。うまいな、シナモン。チャンスは一度きりだ。注意しろ。さすがだね、コルシカ。俺の計画は褒めないのに。とにかくコルシカの新たなパーツを八百屋の周波数と同期させた。なんだそれ。心配すんな、絶対気に入る。すげー盛り上がってね。ああ、花火から何まで、今やマーケティング部の予算は開発部以上だと聞いている。何が起きてるの。言いたいことはわかるよ。マカロン様、否定的な態度はお祭りムードを台無しにしますよ。じゃあ突入すっか。チャイ、近くに博物館につながってる裏道があるはずだ。正面から入りてえ。じゃあ次からはあんたを大砲にぶち込んで目的地にぶっ放してあげるわね。私たちの愛。これは業務規定違反です。そんなリスクは承知の上よ。もし上司に知られたら。大丈夫、心配いらない。責任は私が取るわ。皆さん、お待たせしました。アームストロングフェスティバルの開幕よ。新たな人生、素晴らしい強化機能。家に帰ってすぐに自慢したいでしょう。今は共にこの夜を祝いましょう。今夜の目玉は、私による私だけのスペシャルパフォーマンス。ステージでお待ちしております。コルシカ、これ誰のためのショー。客、ミモザ。私にもわからん。おいお前ら、これ見てくれよ。このムーブ、休止期間すげえ出てるだろ。超フル臭い。貧乏くじ引いちゃったよな。旧式と組まされるなんてよ。俺は掃除じゃなくてショーを見たかったんだよ。まあ聞こえるだけマシか。今までの分解してくれ。後が疲れてるんだ。マジで限界だこれ。その限界突破しないと俺たちマジ帰れねえぞ。今夜は長い夜になりそうだし。ゴールド缶、ゴミ箱落とした。私のチケット入ってる。ゴミ箱いっぱい。私のチケットどこ。食品廃棄多すぎだって。これ俺が全部肥料にするんだぞ。本当に全部終わるのかこれ。ここは平
閉鎖中だ。通してやりたいが、今は仕事優先でな。見ろ、光り輝いてるだろう。発見。でもなんか燃えてる。対人間用のセキュリティだ。そろそろ私の出番だな。準備はできてるわ。力をチャージすれば炎を吹き消すことができる。だがしばらくすると炎が復活するぞ。捕らえろコルシカ。助太刀するぞ。集中だコルシカ。リズムが悪い。もう一度やらせてくれ。クラッ。大丈夫かチャイ。タイミングを見ろ。行けちゃう。いいぞコルシカ。チャイ行って、急いで。すごい技術だなペパーミント。ありがとう。その大したことないけど。ペパーミント様、頬が紅潮しておりますよ。アレルギーの症状ですか？すべての従業員へ業務連絡。ミモザ様のご要望により今年中に貯水池を地下サウナに作り替えます。マカロ、狙いを定めて。聞こえるわ。それにここなら誰にも見つからない。首の心配なし。触ると火傷するぞ。暑苦しい。火消しは得意だ。比喩的な意味ではないぞ。実践してみせよう。私の技で標的を弱めることができる。標的と戦うときは私を呼んでみる。オーケーチャイ。これしか。オーケー。
な最後を迎えずに済み幸いです、コルシカ様。それじゃ博物館に行ってみますか。歴史の香り。バンダレー歴史博物館にようこそ。ささやかな事業から超巨大企業へと成長した今日までの道のりを共に追っていきましょう。アナウンスまでミモザがやっているのか。どこまで自分が好きなんだ。私は引きつけられましたよ。チャイ、展示の先に目的地よ。そこを目指して。やあ君、今は展示の案内をしてるんだけど、もしかして僕の助けが必要な。新しい外敵なんちゃらだよ。お願いだから僕の発言を取らないで。ヒント付与機能に関わるんだよ。でもこの外的生命体は紛れもなくセキュリティ部のボス、コルシカ様じゃないか。その通り。この数時間で、まあ、いろいろあってな。君たちの結束はとても固くて強そうに見えるね。コルシカ様はウィンドエネルギーを利用して火を消すことができるみたいだね。おまけにこの攻撃を受けた敵はスタンダメージの影響を受けやすくなるみたいだね。これぞチームプレイって感じなんだよね。コルシカ様は敵にダメージを与えないんだけど、強敵と戦う時には彼女の力が必ず必要になるだろうね。わかったんだよ。ちょっと休憩してるだけだ。誰にも言うなよ。ケール・バンダレイ、偉大なリーダーの物語はどこから始まったのでしょうか。始まりはバンダレーソリューションズというとても小さな会社でした。ロクサーヌ・バンダレーは自宅ガレージで製作したものを車で売り歩いたのです。平凡でありきたりな始まりです。
見てください。当時のトラックが展示されております。その部品が世界的なエネルギー問題を解決したのよ。彼女をバカにしてるとしか思えない。集中しよう、ペパーミント。オッケー、もう行くよ。偏った展示になりそうだ。戦争の勝者が歴史を書くのと同じだ。残念なことにな。強化隊見参。止まれや、こら。ペパーミントやるぜ。今の俺超かっこいい。これでも食らう。集中しろ。バンダレーの成長は著しく、たったの3年で世界屈指のロボット部品メーカーとなりました。ロボットの導入で世界はより効率的に、より良い場所へと変わったのです。そしてバンダレーテクノロジーに改名し、さらなる進化を目指しました。あの頃は良かった。自分たちの仕事に意味があるって思えたんだ。実際あったからよ。でも外からじゃ何もわからないんだろうね。あら、不良品、始末したって聞かされたけど。ケールのデタラメだ、ミモザ。貴様も奴につくのか。コルシカ？あら、これまた不思議ね。芝居はもういいぜ。遠慮しなくていいのよ。それでもショーは続けろ。それが鉄則よ。ミモザにバレたようだ。よくないな。ロックダウンが始まったぞ。じゃあ別ルートでも探せよ。オーケーチャイ。Yeah.
作品は悪意に満ちていると批判された。とても力強いと思うけどな。チャイ、そのジェネレーターをオーバーヒートさせてやろう。なんでそんな必要が。まあ見てろ。見せてやれ、コルシカ。私に任せろ。行け、チャイ。今のうちだ、早く。はい、次は何？電源装置のようですね。停止するには？ジェネレーターが近くにあればしばらくは止められる。上げて交換。やるぞ、チャイ。部品だらけじゃん。ここ博物館じゃなかったの？確かに。ここはどうだ？
私に任せろ。3、2、1、ゴー。この前の小鹿、心配はいらない。したいんだけど、あそこまでどうやって運んだらいいんだ。めちゃくちゃパワフルな助手でもいたらいけそうなんだけど。足元に気をつけろ。ジェネレーターはまだ起動中だ。わお、電撃発表ないな。やめろ。これしかいけるか。心配はいらない。これはどう？上げてこんか。いくよ。いい加減すんなよ。いい声。大丈夫かちゃん。上げてこんか。やるぞちゃん。今見てお前の出番だ。何でやるの？
イ様、素晴らしい展示ですね。一人で随分楽しそうだな、シナモン。楽しく学べる機会ですから。全従業員へ連絡します。いくつかの部門のボスに関する秘宝はいたずらに誇張されているとのこと。私たち役員がブランドイメージに見合うボスを選出して皆さんにご連絡します。はい、はあ、はあ、見つけたぞ。いいかな。任せたぜ、マック。狙いを定めて。ブランドマネージャーに感謝を忘れないで。彼らこそヒーローなのよ。この調子で全部燃やしましょう。ペーパーミント、なんかイラついてる？いつもだけど、いつもより
別に見苦しかっただけ。早くここから出て。時が経ち、ロクサーヌ・バンダレーは引退を決意、そして会社は未来のリーダーへと受け継がれたのです。ケール、彼女の一人息子で唯一の後継者。彼は母親譲り、いえ母親以上の天才。それに見て、あの髪型。今なんて嘘ばっかり。ペパーミント様はチャイ様との会話より苛立っておられますね。現在ケールのお母様は平穏な隠居生活を楽しんでおられます。すべて偉大な後継者がいるからです。追い出したくせに。あなた、聞いてた通りしつこいのね。黙れ。いやよ。冷静になっちゃい、ミモザはなりふり構わず手を打っているだけだ。じゃあ見てる分には楽しいだろうね。ええ、とっても。定めて。害虫は追い払ってもキリがないわね。ショーは終わりだ、ミモザ。何を言ってるの？舞台にも上がってないのに。最高の舞台が見られないなんてお気の毒。代わりに寸劇を楽しんで。やってやるぜ。オッケーかい。見せてやる、こっちだ。どけ。行くよ。
しろ。デバリト来なさい。デバリト、お前のことだ。やりたいはいらない。キックミリアン。デバリト目を離せ。怖いでも食らう。来なさい。やるぞ、ジャイ。もっとやる。上げてこうか。持て。これでも食らえ。やるぞ、ジャイ。クリアするぞ。2人で決めるぞ。上げてこうか。すぐだよ、チャイ。次の部屋のドアへ向かえ。誰もいないみたいだ。ケール社長はバンダレーテクノロジーを次の時代へと進めます。それがアームストロングプロジェクト。彼はたった一人でロボット技師システムを発明。世界最大のテクノロジー帝国の名を私たちの心と頭に刻んだのです。嘘つき。事実と違う。ペパーミント、落ち着いて。お気持ちわかります。退屈極まりない返事ですからね。努力したのは彼女、それを盗んだ。なんかいつもより話が見えないんだけど。本当の自分になりたくて、で、逃げちゃいけない時に逃げ出した。それがこんなことに。どうした、ペパーミント。ケールが全てを開発したんじゃない。当然よ。だってこの足はママが作った。母親ってライバル企業を経営してるってことだな。違う、チャイ。ママはロクサーヌ・バンダレーなの。マジか。つまりケールは私の兄さん。これで合点がいった。彼はいつも他人を利用してたけど、まさかここまでやるとは思わなかった。多分こう思うよね、みんな。どうでもいい。俺たちがお前を嫌うと思うか。ここまで来れたのはさ、お前のおかげだぜ。うん、だけど。お前が真実を暴いたから俺は戦ってるんだ。スペクトラを止めるためにね。実際危険なのはチャイ様ですからね。ああそうだけど、まあそれは今は気にしないで。君のお兄さんが誰でも関係ない。そんなことじゃ変わらない。本当にこれからも一緒に戦ってくれるよな。友達だろ。
チャイ、今のは美しすぎる。じゃあパーティーをぶっ潰しに行く。よし、行っちゃおう。あのさ、そのパーティーをぶっ潰すっての言いたかった。でもいいや、譲ってやるよ。オッケここだ。オーケー。で、何すればいいの？チャイ、バックステージエリアへ急げ。もうパフォーマンスが始まります。急がないと。そのルートでミモザの楽屋に行ける。定番、チャイの奇襲攻撃。今度はうまくいきますように。おい、希望持てよ。サプライズで優位に立てばいい。とにかく急いで。じゃあショーで仕留めようぜ。一緒に。待ってろよ、ミモザ。チャイ、そのまま廊下を進めばミモザの楽屋だ。